俺の名前はコウノスケンゴ。70歳になった俺は、コウノス組の組長を退き、現在会長の座についている。とはいえ、隠居生活というだけなのだが、そんな俺は健康のために毎日散歩を欠かさない。商店街を歩いたり、公園を散策したりと、毎日ルートを決めずに歩いている。その日は、駅前に新しく店ができたと聞き、たまにはそんなところを歩いてみようかと、足を伸ばしたわけだ。すると、メガネをかけた美女を発見した。おお、なかなかの美人だな。70歳になっても美人に目が行くのは男の性がだ。そう思っていると、3人のヤクザが女に声をかけた。ん？知り合いか？あの美女とヤクザというのは、どうも結びつかねえな。俺がルートを決めずにあちこち歩いているもう一つの目的は、人間ウォッチというのがある。そのため、気になる人間がいると、ついじっと見てしまうのだが、この時もそうだ。足を止め、ヤクザ連中の行動に注視した。どうやら、ナンパ目的のようだ。あいつらにあの美女は高嶺の花だろう。しかし、男と女なんてものは、どこでどうなるかはわからない。興味が湧き、しばらく様子を見ることにした。あんまりしつこいようなら、助けてやらないとな。それを口実にして見ている部分もある。だが、遠すぎて声が聞こえない。これじゃ、嫌がってるのか喜んでるのかわからねえや。もう少し近くに行ってみるか。俺はゆっくりと美女に近づいていった。するとなんとか声が聞こえるところまで近づくことができ、そばにあったベンチに腰を下ろした。年寄りがベンチに座り込んでいる図なら、誰もおかしいとは思わんから助かる。よう、俺らと遊びに行こうぜ。ほうほう、やっぱりナンパか。よせよせ、お前らには無理な女だぞ。いえ、急いでいますから。そんなことないだろ。さっきからあの店この店って見てるじゃねえか。なんだよ、女の行動をずっと見てたのか。いやらしい奴らだな。それは、買い物をしているからで、決して暇というわけではないんです。そうだよな。欲しいものを手に入れるってのは結構大変な作業だ。あちこち見て回るだけの時間があるってことだろ？本当に忙しかったら通販でいいんじゃねえの？通販は好きではないので、実物を見て決めたいから。へえ、一体何を買おうとしてるんだよ。俺たちも買いたいものがあるんだよな。一緒に買い物しようぜ。いや、一人で買うのが好きなんです。一人で買い物なんてしてもつまんねえだろ。そういうのって仲間とワイワイしながらの方が楽しいってもんだよ。そうとは限らんだろう。他人と一緒じゃ気を使うということがわからないのか。一人じゃないとゆっくり決められませんから。そうそう、俺もそうだ。一人の方がいいとか言うけど、絶対そんなことないから。仲間と一緒の方が悩んだ時に相談できるし、いいに決まってんだよ。何をそんな押し付ける必要がある。彼女は一人で買い物がしたいと言っているんだ。放っておいてやればよかろう。今日は買い物をすると決めているので、あなた方と遊ぶ時間はないんです。だからさ、一緒に買い物すれば、早く決めることもできるかもしれねえだろ。何を買うんだよ。エロい下着とかじゃねえのか。だったら男の俺らが一緒にいた方が、いいものが手に入るぜ。それで、買ったらホテルに行って試着しようぜ。何を言ってるんですか。そんなもの買いません。じゃあ何を買うんだよ。美人の彼女が買うものがエロい下着じゃないってことは、他には考えられねえな。
放っておいてください。放っておけないんだよ、俺らは優しいからさ。本当にやめてください。これから行くところもあるんですから。行くところ？どこだよ、一緒に行ってやるよ。やだ、プライバシーの侵害ですよ。ああ、プライバシー的なところか。トイレか？確かにプライバシー的には高確率だが、違うだろうよ。そうじゃありません。何をしたいか、どこに行きたいかなんて私の自由なんですから、放っておいてくださいってことです。冷たいな。俺たちってさ、似たような年齢だと思うんだよな。ってことは、ここで会ったのも運命ってことじゃん。ということは、俺がここで見てるのも運命か？運命なんかじゃないです。たまたま出くわしただけじゃないですか。いや、俺は赤い糸を感じるな。一人がそう言うと、残りの二人も同意らしく、そうだそうだと繰り返している。このままじゃ負けることになりそうだな。さて、困っているようだし、助けるとするか。俺はベンチから立ち上がると、美女のそばに立った。お嬢さん、お困りかな？え、はい。あんたらはこのお嬢さんに何の用だね？そんなのジジイに話すようなことじゃねえだろうが。確かにその通りだがね、見ていたところ、あんたらはナンパしているらしいが、この人は嫌がっている。嫌がっている人を無理やり誘うのは男らしくなかろう。うるせえや、ジジイは向こうに行ってろや。俺たちの邪魔すんじゃねえや。邪魔するつもりはないがね、結果的に邪魔することになるかもしれん。そこは仕方のないことだろう。片方の味方をすれば片方の邪魔になるというのはなあ。なあじゃねえんだよ。俺らはこの女に用があるから話してるんだからよ。ジジイには何の用もねえのさ。行け行け。しし。おやおや、犬扱いか。これは随分な対応じゃないか。事実、必要ねえからだよ。あんたらはこのお嬢さんが美人だから欲しいんだろ？しかし、この人はあんたらにはもったいないくらいの美人だ。どんなに声をかけたって、そもそも釣り合ってなさそうだよ。手に入れることは無理だと思うし、諦めて帰りな。ふざけるな。ジジイこそいらねえから帰れや。帰れと言われて帰るくらいなら、最初から助けようとは思わんよ。さっきから聞いていたら、あんたらはこの人を引っ張ってホテルに仕け込むつもりだろう。だがな、そんなのは同意の上じゃねえとダメなこった。嫌がる女性を無理やり誘って連れ込もうってのは犯罪だろうが、両手が後ろに回る前にやめておくことだな。どこまでもうるせえジジイだ。両手が後ろに回るかどうかってのはこの女次第だろうがよ。俺らはいいことしようと言ってんだ。これが犯罪になるはずねえだろ。いやいや、犯罪だからな。それにこの人は買い物がしたいそうじゃないか。せっかくの休日に一人のんびりと買い物しようとしているのに、なんであんたらはわざわざ邪魔をしようとするんだ？おいジジイ、いい加減にしろよな。てめえが俺らの話を聞いてたのは分かったよ。だがな、人の話を盗み聞きするってのは趣味が悪いんじゃねえの？ふっふっふ、盗み聞きとはこれまた人聞きの悪い。俺はここに座ってのんびりしていただけのことだ。人に聞かれて困るような話なら、こんな道のど真ん中でせずとも他でやればよかろう。こんなところで話していたら、聞きたくなくても耳に入ってしまうもんだ。ジジイでもな。なるほどな。だったら聞こえないようにしてやろうか。それはなんだ？暴力でという意味か？知恵のない奴はすぐに暴力に訴えようとするからいかん。
自分のしていることがどれほどバカなのかということを、なんで理解できないんだろうな。ああ、そうか。理解できる頭があったら、こんなことはすんか。うるせえや。黙って聞いてればいい気になりやがって。すると男の一人が、俺の胸ぐらをつかみ殴りかかってきた。さすがにその俊敏さに即時に対応できないのが、70歳という年齢だ。俺は殴られ蹴られ、結局、袋叩きにされてしまった。ほら逃げろや。激痛であの余韻になっちゃうよ。やめて。そんなことしたら。そんなことしたら何なんだよ。あんたが俺らの言うことを聞かねえからこうなるんだろうか。美女は泣き叫ぶような声を上げ、男たちの拳を止めようとしている。優しい子だな。俺は男たちに袋にされながら、そんなことを考えていた。おい、ジジイ、これで懲りただろうが。余計な口出しはするもんじゃねえんだよ。あ、もう終わりかい？マッサージありがとな。あの、大丈夫ですか？ああ、なんてことはないさ。心配してくれてありがとな。俺はそう言うと、立ち上がって体のほこりをはたき落とした。さて、せっかくマッサージしてくれたんだ。お礼にこっちもマッサージと行くかな。何？なんであんなに殴ったのに、なんともねえんだよ。そら、簡単なことさ。俺はお前さんたちよりも鍛えてるってことだよ。ほら、歯食いしばらねえと、抜けちまうぜ。そう言った俺は、拳を握ると男たちに叩き込んだ。次々に叩き込む拳は見事に男たちにヒットする。なんでこんなに強えんだよ。くそ、こんなジジイにやられてたまるかよ。反撃してくる男たちだったが、俺は笑いながら男たちのパンチを避け、さらにパンチを叩き込み、とうとう三人が地面に転がった。おじいさん、大丈夫ですか？血が。おや、ちょいと切れちまったかな。さすがに口元は切れやすいらしい。彼女が差し出してくれたティッシュで血を拭うと、彼女は心配そうにしているが、それ以上に俺の強さに驚いていた。おじいさんは一体何者ですか？こんなにお強いなんて。大したことはないさ。後ほどお礼をさせていただきたいので、お名前を教えてもらえませんか？礼には及びませんよ。ですが、助けていただいたのにお礼もしないなんて、そんなわけにはいきませんから。おじいさんが助けてくれなかったら、私はどうなっていたかわかりませんし。彼女が心底感謝してることがわかり、俺は名前を告げることにした。俺は鴻巣健吾と言います。鴻巣健吾様、失礼ですが、そのお年にもかかわらずあまりに強くて驚きました。まあ、この年になってもこのくらいの奴らなら相手にできるさ。若い頃から鍛えてきたからね。そうなんですね。名の知れた武道家とかですか？武道家？いやいや、そんなことはないさ。いたずら好きなジジイというだけだよ。そんな。何にしても無事でよかった。はい、本当にありがとうございました。とても助かりました。彼女の礼儀正しい対応に俺は気持ちを良くしていた。助けてよかったな。今日は酒がうまそうだ。そんな話をしている間に、男たちはそっと這い出し、逃げて走り去っていった。おやおや、奴らめ逃げていきおった。逃げるくらいなら最初からやらなければいいものを。あの人たちはヤクザでしょうか？多分そうでしょう。どこの連中なのかはわからんが、どうせ下っ端でしょう。組の名を聞いておくんだったな。
聞いてどうされるんですか？ああいうやつはまた同じことをするだろう。女性が襲われないように奴らの組長に話をつけるんですよ。そういう活動をされているんですか？活動か。活動というよりは隠居じじいの楽しみってところだな。この年になるとやることがなくてね。あんまり暇だとぼけてしまうから、こういうことでもして社会貢献になるならってところかな。実のところそんなつもりはない。悪い奴を捕まえて叩き潰す爽快感を味わい、ストレス発散しているだけだ。しかし美女の前ともなると、ちょっとばかし格好をつけたくなる。というのはこれまた男の性なのだろうか。まあ気をつけていきなさい。はい、ありがとうございました。彼女が深々と頭を下げる中、俺は散歩の続きをしようと歩き出した。ああ、気分がいいね。助けてよかった。俺はとても気分が良くて歩き出したわけだが、その頃三人の男たちは最悪な気分だったようだ。なんで俺たちがあんなジジイにやられないとならないんだ。かなり手を抜いて殴ったはずだが、男たちのダメージは思いのほか強かったらしい。くそ、面白くねえな。次に会ったらコテンパンにのしてやる。あのジジイ、コウノスケンゴって言ってたよな。それがどうした？コウノスなんてのはいくらでもいる名前だろうが。そうだが、もしかしてコウノス組関係のやつじゃねえのか？あんなジジイが？多分な。ほら、見てみろよ。男はそう言うと、スマホを取り出し、何やら調べてみたようだ。見るってなんだよ。それはコウノス組のサイトだ。そこには組長の名があり、会長の俺の名も載っている。そして写真も貼られているわけだ。奴はコウノスの会長ってことかよ。道理で強いはずだよ。やべえ奴に遭遇したってことか。生きてただけメッケモンってことだな。面白えじゃねえか。え？何がだ？コウノス組の会長だろ？会長をあの世に送ったらどうなると思うよ。そりゃあ、コウノス組は大変な騒ぎになるだろうよ。ああ、その通りよ。しかも俺らは組の中でも勇者扱いだ。うまくいったらコウノス組を潰せるかもしれねえ。いくらなんでもそれはねえだろ。そうかな。あんなジジイだ、あの世に送るくらいは簡単じゃねえか。まあ確かにな。今回はやられたが甘く見てたってのもある。俺らが本気になればあんなジジイを潰すことは簡単だろう。そうすりゃ組長もお喜びになるだろうさ。なるほど。そうなりゃ俺らの評価も上がって幹部入りも夢じゃねえってことか。その通りよ。どうだ、やるか？もちろんだぜ。あのジジイに吠え面かかせてやるさ。まさかそんなことを考えているとは思わない俺は、いつものように日常を過ごしていたのだが、そんな中美女から連絡が来た。なんと本当に礼をさせてほしいというのだ。俺は何度となく断ったのだが、どうしてもということで約束の場所へ出向くことにした。待ち合わせの場所に行くと、彼女は以前よりもさらに美しさを放ちながらその場に立っていた。ご足労いただきありがとうございます。いやいや、わざわざ礼なんてよかったのに。父に助けてもらったことを話したら、これはお礼をさせていただかないとならないと強く言われまして、レストランを予約しておりますので、お口に合うかどうかは分かりませんが、ご一緒にお食事していただけたら嬉しいです。あんたも礼儀正しい人だが、お父さんもさぞかし立派な人なんでしょうね。ありがとうございます。父は仕事柄遅れてくると思いますが、レストランの方に直接行くそうなので、
ぜひご挨拶をさせていただきたいとのことです。そうですか。忙しいのにお父さんまで来てくれるとは、これは嬉しい限りだ。ところで、あんたの名前を聞かせてもらってもいいかな？失礼しました。名乗るのが遅くなりましたが、私は小林夏美と申します。小林夏美。何か？あ、いや。俺は笑顔を向けたが、その名前には聞き覚えがあった。だが、同姓同名というのは、世の中にはあるものだ。俺はそれ以上のことは何も言わず、彼女とレストランへ移動することにした。ところが、歩き出すと、何者かがつけていることに気がついた。ん？誰かにつけられているような。1、2、3、3人か。この間の奴らだな。どうするかな。まあ、いたずらしてこないようなら、放っておくか。俺は何も気がつかないふりをして、夏美と話しながら、歩みを進めることにした。ところが、レストランが見えてきたところで、我慢ができなくなったのか、男たちに呼び止められた。おい、ジジイ。ジジイと言われて振り返ると、そこには、この間のヤクザ者だ。なんだ、いかにもヤクザといういでたちじゃないか。もう少し服装に気を使ったらどうなんだ？余計なお世話なんだよ。余計なお世話と言うなら呼び止めるな。俺はこれから夏美さんとデートなんだ。ふざけるな。てめえみてえなじじいがそんな美女とデートなわけあるかよ。そう言われてもな。お前たちは北風と太陽って話を知らねえのかよ。なんだ？まあいいか。こういう高尚な話はお前らの頭には入らねえだろうからな。知ってら。どっちが旅人のコートを脱がせられるかって話だろうが。知ってるのかよ。ちっとは親に愛情を注がれたらしいな。それを知ってるなら、どうして俺がこんな美女と食事ができるのかも分かりそうなもんねがな。食事だと？よう、姉さん。あんたはこんなじじいが趣味なのかよ。ずいぶんと変な趣味してるじゃねえか。こんなじじいじゃ、役に立たねえぞ。まったく、下世話な野郎だな。うるせえ。そんなことはどうでもいいんだ。この間はよくもやってくれたじゃねえか。はて、何のことかな。歳を取ると、昔のことを忘れるもんでな。昔の話なんかしてねえや。ついこの間のことだ。ついこの間ねえ。お前らのような下っ端のことなんて、記憶には残らないのさ。くそ、このジジイが。ここで会ったが100年目だ。今日がジジイの命日だと知れ。なるほど。俺の命日を作ってくれるというのか。だが、今日は命日ではなく、美女と食事という記念日になるんだ。お前らの相手をしている暇はねえんだよ。さっさと帰りな。その記念日が命日になるって言ってんだよ。男はそう言うと、俺に殴りかかってきた。だが、このままでは夏美まで巻き込むことになる。俺は夏美をかばうと、その拳を避け、男の足に自分の足を引っ掛けた。すると男は、見事に転倒したわけだ。おいおい、足元がおぼつかないじゃないか。大丈夫か？どうやら、まだ歩き始めた赤ん坊らしいな。うるせえ。てめえら、何してやがる？男たちが再び殴りかかろうとした瞬間、男たちの背後から怒声が響いた。お父さん！なんだ？なんでお前らがここにいるんだ？組長こそどうして？おや、小林の組長さんじゃないですか。え？これは、
コウノスの会長さんじゃないですか。これは一体どういうことで？え？コウノスの会長さん？俺がコウノス組の会長だと知ると、夏美は驚き俺を見た。さすがにこうなると俺の素性を明かさないわけにはいかない。すまないね。その通り、俺はコウノス組の会長、つまりヤクザなんだよ。ところで、あんたは小林組長のお嬢さんかい？はい、そうですが、これは…なるほど、同姓同名だと思ったが、やはり俺が思った通りだったようだ。ということは、夏美を助けてくれたのは会長さんということで？そうよ、お父さん。それで私を襲ったのがそこの三人なんだけど、もしかしてその三人は小林組の組員ってこと？ああ、その通りだ。まったくなんて奴らだ。俺の娘を襲いやがって。え、あの、この姉さんが組長のお嬢ってことで？そうだよ。俺の愛娘だ。それで、てめえらは一度ならずも二度までも襲ってるってのはどういうことだ？いや、組長、襲うだなんて、ちょいと話しかけただけなんですよ。話しかけただけでどうして拳を握ってやがる？それは、俺がコウノス組の会長だと知って、一旗あげようとでも思ったんだろうよ。そうなのか？まあ。コウノスの会長さんを相手にして、てめえらが勝てると思ってるのかよ。ジジイならあの世に送れるとでも思ったんだろう。一度やられても懲りねえところを見ると、この間は甘く見たが、今回はできると思ったんだな。なんでわかるんだよ。そのくらいの察しはつくってもんだ。お前ら、なんてことをしてくれたんだ。コウノス組を敵に回すつもりか。ですが組長、それができれば小林組がコウノス組の島をもらうこともできるわけですから、小林組もでかくなるかと。そんなことができると思ってんのかよ。会長さんをあの世に送ったら、それこそ抗争は免れねえ。そうなったら潰されるのは小林組の方だ。そんなこともわからねえのか。しかも会長さんばかりか。俺の娘にまで手にかけようってか。あ？どういう了見だ？それは知らなかったんですよ。まさか、そこの美人が組長の娘さんだなんて、どう見ても似てないじゃないですか。俺の娘は母親になんだよ。ありがてえことに、俺には似なかったんだ。だからって、てめえらの餌食になるような、そんな安っぽい女じゃねえんだ。すみませんでした。本当に知らなかったんです。どうか、許してください。知らなかったという三人は、その場に土下座して、小林の怒りを鎮めようとしている。だが、土下座くらいで、愛する娘を襲われた怒りが鎮まるわけがない。小林は、同行していた幹部に声をかけた。そこの路地に連れて行って、そいつらを袋にしろ。小林に命じられた幹部二人は、三人を路地へと引っ張り込んだ。そうなると、どんな未来が待っているのか、それは考えなくてもわかる三人だ。すいません、お願いします。組長、本当に申し訳ないことをしたと思ってます。どうか許してください。悲鳴のような声を発する三人だが、小林は何も言わなかった。路地に連れ込まれた三人は、幹部によって袋叩きだ。痛えよ。やめてくれ。やめてください。これ以上やられたら、あの世へ行っちまう。心配するな。本当にあの世に行くときは、そんな言葉も出なくなるさ。喋ることができてるうちは、まだまだ余力があるってこった。確かに、喋ることができるうちは、
あの世に行くこともないだろうな。そんなのは自分たちも分かってるはずだ。それはそうですが、いて、組長、お願いします。もう二度とやりませんから、助けてください。そんなに助かりてえなら、コウノスの会長さんに詫びろ。コウノスの会長さんが指一本動かせば、小林組は潰れるんだ。小林の組長が幹部に止めるように言うと、幹部たちの動きが止まり、一息つくことができたが、男たちは息をするより先に、俺に頭を下げ始めた。すみませんでした。許してください。本当に申し訳なかったです。お前らは俺が会長だと知って、命を狙ったわけだよな。その通りです。すみませんでした。つまりは、コウノス組を狙ったってことだよな。こいつは許せねえだろうよ。どうしたもんかな。二度としませんから、どうか許してください。本当に後悔してますから。二度としねえってのは、俺や小林のお嬢を狙わねえってことで、素人の娘さんは狙うってことだろ？俺はそういうのが気に入らねえのさ。てめえらのような汚ねえ野郎に、素人さんが泣かされたんじゃ、かわいそうでいられねえや。しません。本当にしませんから。今後はちゃんと、商売女一筋で行きますんで、どうか許してください。どうか、命ばかりは、お助けください。自分の命は惜しいが、他人の命はどうでもいいってか。俺の部下でありながら、どうしててめえらはそんなに身勝手なんだ。そんな奴が俺の組員だと思ったら、情けなくてしょうがねえや。すみません。本当にすみません。どんなに謝っても許せることじゃねえだろうが。てめえらを埋めてやるから、ありがたく思え。いやいや、小林さんよ。こいつらの命を奪ったところで、何の価値もないですよ。だったら、こいつらの命を金に変えたらどうですか？え？金にですか？それでよろしいのでしょうか？ああ、俺はそれでいいと思いますよ。ありがとうございます。てめえら、会長さんに感謝するんだな。金でことを済ませてくれるそうだ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそうと決まれば、一人5000万ずつ払え。5000万？組長、いくらなんでも、そんな金はないですよ。100万くらいに負けてもらえませんか？ふざけたこと抜かしてんじゃねえ！会長さんを襲い、俺の娘を襲ったんだ。それでも安いだろうが。それにしても、それは高すぎますよ。そうかよ。高いか。はい。俺たちの稼ぎで、それはいくらなんでも。そうか。そいつは悪かったな。だったら埋めるまでだな。どこに埋めてほしい？富士山か？筑波山か？それともヒマラヤ山脈にでも埋めてやろうか？あ？いえ、払います。払います。今すぐ払いますから。なんだよ。払えるじゃねえか。最初からそうやって素直に言えばいいのさ。払いますが、分割で少しずつ。ああ？てめえは、今すぐ払うって言っただろうがよ。払います。おい、金貸しに頼もう。命が取られるよりはいいじゃねえか。うん、そうだな。わかりました。すぐに金貸しを呼んで、この場でお支払いしますので。そういった男たちは、金貸しの金田に電話をすると、すぐに借りたい旨を伝えた。すると、金田は二つ返事でやってくるといい、その言葉通りやってきたのだった。彼は、お久しぶりです。
皆さんお揃いのようで、コーノスの会長さんもその節はお世話になりました。いや、カネタさん元気そうじゃねえか。はい、このカネタそう簡単にはくたばりませんから。それで今回はどなたにお貸しすればよろしいのでしょうか。俺たちです。一人5000万を貸してくれ。今すぐだ。ずいぶんと急がれているようですね。ではすぐに送金いたしましょう。送金している間にこちらにサインをお願いしますよ。借用書、これにサインしたら地獄が待ってるってことか。地獄だなんてとんでもない。数年カニ漁船に乗っていただくだけのことですよ。海にさえ落ちなければ何の問題もございませんから。ちゃんと帰ってきた方もたくさんいらっしゃいますからね。そうですね、船酔いと寒さがきついくらいでしょうか。あとは体験するのが一番だと思いますよ。カネタはそう言って笑うと、3人に借用書と生命保険の加入申し込み書にサインをさせ、3人を連れて行ったのだった。それから数日後のことだ。再び小林組長から連絡があり、改めて礼がしたいと言われた。断るのも申し訳ないと出かけていったのだが、そこには小林と娘の夏美が待っていた。あの時は本当に申し訳ありませんでした。食事くらいで済むとは思っていません。今後は何か困ったことがあったら、いつでも声をかけてください。どんなことでも、組員総出で力にならせていただきます。とは言っても、小林組はコーノスに比べてかなりの弱小だ。助けてもらうことはないだろう。俺はそう思ったが、組長の気持ちが嬉しくて、組長の手を力強く握ったのだった。ところが、本当に手を借りる日が来るとは思わなかった。それは、それから3ヶ月ほどしてのことだ。ある地域に震度7の地震が襲い、そのニュースを聞いたコーノス組は、すぐに全組員を招集し、現地に赴いた。だが、あらゆるものが倒壊し、悲惨な状況に驚いた俺は、これはコーノスだけでは無理だと判断し、小林に連絡した。そういうことならすぐに応援に駆けつけます。そう言ってくれた小林は即座に行動し、少ない組員ながらも現地で手を取り合って行動し、一人でも多くの人を瓦礫から救い出せと昼夜を問わず頑張ってくれた。このことがあってから小林組とコーノス組は兄弟組織として、ことあらば駆けつける最高のパートナー組織となり、今日も走り回っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。